ホマロケファレは、片頭竜類に分類される恐竜の属の一つ。学名はギリシャ語のオメガミューアルファーラムダ、ホーマローズ、平坦な、カッパイプシロンファイアルファーラムダ、ケイファル、等に由来する。白コ後期のモンゴルに生息していた。オスモールスカマリアンスカで記載されたが、同時に記載された、プレノケファレプリーナセファルの様態である、可能性がある。 全長は1.8メートルで草食性。平たくくさび型の頭蓋骨を持っており、これは他の肩頭流類の生態では見られない特徴である。だが頭蓋骨表面はかなり分厚くなっていた。骨盤の幅はかなり広い。これに関しては出産のためであるという仮説や脇腹への頭突きから内臓を保護するためであるという仮説がある。また、 長い後ろ足を持ち、素早く移動することができたと考えられる。記載に用いられた骨格は不完全であったが、頭頂部の大きな開口部、前頭部の明瞭な方向線、低く長い外側頭窓、大きく丸い眼下などが特徴である。額の表面は荒く、臨場骨の側面、後面には複数の突起があった。 頭骨の方向線が残る頭頂部が平坦であるという容態的な特徴を持つにもかかわらず、当時の古生物学者はこの化石を生態だと判断した。ニック・ロングリッチへ通るによると平坦な頭部を持つ化石はドーム状の頭部を持つ種の容態であり、本種はプレノキハレの容態だとされている。これはホーナーグッドウィンによっても支持されている。ありがとうございます。